はい、皆さんどうもこんにちは。今年の6月に姪っ子の結婚式があるんですけど、その時にピアノを弾くことになりました。最近全然ピアノを弾いてなかったので、もう指がねだいぶ動かなくなってます。まあ3ヶ月ありますので、しっかり練習して本番では、なるべくミスのないような演奏ができるように頑張りたいと思います。一緒にいつも寝てたらさ、
今のソフィアみたいタッタッタッタってさ布団をさ一人だけさ隣の部屋持ってきて賛同してたやつからだってのりばさんばっか可愛がるじゃんとか言ってみんなでさ寝てたのにさ一部屋でたら隣の部屋持ってテストの自分でまだ覚えてるで多く言い聞かせたけど赤ちゃんだからみんな赤ちゃんはこうやって育ったのよって